ランゴンは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域県、ジロンド県のコミューン、ジロンド県南部、ガロンヌガー沿いに位置する、ボルドーの南東 48km の地点にある、ワイン用ブド道栽培地域と、ランドの森との境界線近くにある、伝統的に、ボルドー・トゥールーズ間の道路に面しており、A62 が通っている、現在フランス国鉄のランゴン駅には、 ボルドーセット路線が通じている。ランゴンの歴史は15マイル南にある古代から18世紀まで重要な軍事と宗教の町であったバザスと切っても切れない関係にある。ランゴンは歴史的なバザで地方に属し文化的にはガス購入の一部である。ランゴンはボルドー上流にあるガロンヌ川の川港であった。ブリオンにおいて合流する川の湾曲する位置にある。 ランゴンは、その特権と利点を活かし、ボルドイコールアジャンカンの経路の市場長となった。12世紀のランゴンは、ノートルダム教会とサンジェルベ教会の2つの教区で構成されていた。ランゴンを特徴づけるのはワインであった。グラーブとソーテルヌの交差する場所にある川港が、この富を築いたのである。コミューンそのものが、グラーブの範囲内であった。フランス革命後に、 死教座を失い、20世紀には、高等裁判所を失い、相対的に18世紀からバザスが衰退に向かう、一方で、ランゴンの商業と産業は沸騰し続けた。1926年、バザスの将軍であったレオルがランゴンに加わり、ランゴンは、小郷理庁所在地となった。ありがとうございます。